はい、今回はですね、食材を拾ってくるポケモントップ3ということで、完全版の全食材分をまとめた図を作ってきたので、それを見ながら話していこうかなと思います。やっぱり新ポケモンや評価上がったポケモンたちっていうのがいるので、そこら辺も含めて、この辺でちょっとまとめておきたいなと思いました。以前ですね、最高エナジー料理で活躍するポケモンたちっていうまとめ動画作ったんですけど、まあ、ここら辺で結構まとめてはいたんですよね。ただ全食材分ではないということで、もうどうせなら全食材分自分もちょっと作っておきたいなと思ったので作ってきました。やっぱりですね、最近注目されてたこの辺のポケモンや、まあ、どのポケモンがどこで活躍度高いのかなっていうところが、まあ、シンプルに分かりやすかったんで作ってよかったなと思っております。まあ、性格サブスキルでもかなり変わってくるんで、まあ、その辺を見て自分の持ってるポケモンと、相談しながら、こっちのポケモンの方がいいなっていうところで育成していくのがいいと思います。そしてですね、ここに載せてるんですが、チャンネル登録者数が1万人突破することができました。ありがとうございます。まあ、少し話させてもらうと、やっぱり最初の方から見てくださってる方もいて、一緒に登録者数増えていくのを喜んでくれたり、まあ、最初コメントで、まあ、文字が見にくいとか、ポインターつけてとか、ポインター見にくいとか、まあ、たくさんいろんなコメントもらって、今の動画のスタイルがだんだん出来上がってきたんで、本当に皆さんありきで、なんとかやってこれたなという感じです。そしてですね、伝えるのがちょっと難しいんですけど、このチャンネルはこんな感じだよねっていう色ってあると思うんですよね。まあ、そういった色は出さずに淡々と動画出していこうかなとは思ってたんですけど、まあ、いろんな声聞いて、試行錯誤をやっていくうちに、まあ、コメントで、動画のスタイルとか声とか話し方とかを褒めてもらうことで、まあ、このチャンネルにも色はついてたんだなというのを気づかせてもらえて嬉しかったですね。まあ、尖った色がないのは自覚してるんですけど、まあ、そういったところをちょっと伸ばして、またですね、チャンネル登録者数も、伸ばしていきたいなと思っております。まあ、これからも、まあ、ポケスリらしくのんびりはやってるんですけど、よろしくお願いします。それでは全食材の拾ってくる個数リストと食材確率お手数表を一緒に並べております。そして最後に自分が育成している食材タイプのポケモンっていうのはちょこちょこは出してるんですけど、この動画でまとめて紹介していこうかなと思います。失敗したなっていうところも参考になったっていうコメントがかなりあったんで、その辺も話していこうかなと思います。それでは長く話すつもりはないんでざっと見ていこうと思います。そしてレベル50無補正の 8.5 時間睡眠、元気オール18回、福が3回当たったとして、レノックさんの方で計算してきました。で、食材がエナジー順で並んでおります。こんな感じですね。で、トップ3が並んでるという感じです。で、第一食材が左側にありまして、レベル30で解放できる食材が右側にあるという感じです。そして今回ですね、ちょっとクールな感じにまとめたかったんで、白黒になっててちょっと見にくい可能性もあるんですけど、ちょっと見にくかったら、ちょっと改良はしていこうかなと思います。一応ツイッターの方でもこちらまた上げるんで、そちらから見てもらえる方が見やすいかなとは思います。では、美味しい尻尾から見ていくと、まあ、こちら食材タイプではないんですけど、ヤドラン、ヤドキングが並んでおります。個数的には、5個となっておりまして、今回小数点以下切り捨てで、表示しております。なんで、小数点単位で見るとヤドランの方が上でした。まあ、食材確率が高くなるアップデートもあったんで、まあ、今のところはヤドランの方がその面では活躍できそうだなというところはあるんですけど、本当誤差ですね。レベル60になればメタモンが拾ってくる個体がいますけど、まあ、現段階はこんな感じということで、現実的に集めるのは相当難しそうという感じです。そして太い長ネギですね。ラグトリオとメタモンということで、まあ、こちらも他の動画で言いましたけど、個数がかなり少ないと。本当に必要とされる個数は忍者サラダとか結構多いんですけど、これだけしか拾ってこれないということで、食材確率かなり持ってあげないと厳しそうということで、まあ、レベル60になったらやっと間に合うかなっていう感じですかね。現段階では結構厳しい食材となっております。そして味わいキノコですね。ここはゲンガー一強です。はい。ゲンガーが一番活躍できるのは味わいキノコ集めということで、闇闇ソーナンスは一応拾ってくるけどっていうくらいの個数ですね。まあ、かなり現実的に拾ってくるとしたら厳しいですね。ゲンガーがいないと厳しいという感じです。まあ、今のところめちゃくちゃ使うレシピがあるかってなると、まあ、そこまでないような気はしますが、まあ、ちょっと注目が集まってくるとゲンガー輝いてくる可能性ありますよね。そしてリラックスカカオですね。アブソルが34個。かなり多いですね。ただアブソルの厳選が超難しいということで、カメックスを採用している方がかなり多いですね。自分もそうですね。ミルクが第一食材なんですけど、まあ、第二食材でリラックスカカオを拾ってくるということで、自分もですね、メガニウムが
2体育成してるんですけど、どちらもリラックスカカオばっかり拾ってくる個体で、まあ、結構集めてくれますね。はい。まあ、リラックスカカオでなくても甘い蜜拾ってきたりするんで、結構メガニウム、助かる食材拾ってくるなという感じはあります。地味に活躍できるところ。そして若草コーンですね。キテルグマが50個、海竜が38個で、キワワが33個ということで、まあ、キワワは結構個数で見ると、まあまあやれるなというのが個人的な感想ではありますね。食材確率かなり低いんですけど、まあお手すぴを生かして結構集めてくれるようですね。1回で拾ってくる個数も多いっていうのがいいところなのかもですね。キワは第2位ですね。第1位がアブソルです。やっぱり1回で拾ってくる個数多いですよね、アブソル。で、まあそこら辺で活躍できますと。ただちょっとキテルグマがかなり優秀かなというところで、まあ、上位レシピでかなり使うんで、まあ、キテルグマは結構、ラピスラズリ解放したら早めに育成したいポケモンというところでかなり上がってきますね。そして激辛ハーブですね。海竜がちょっと抜けて強いと65個。ゲンガーもハーブ5体は可能なんですが44個ということで、3位はライコウという感じです。まあ、こちらちょっと言い忘れたんですけど、最終進化のみを表示しております。はい。で、ゲンガー結構集めてはくれますけどね。まあ、海竜がちょっと強すぎると、いう感じはありますね。育成コスト高いんで、まあ育成したら間違いなく活躍してくれるポケモンかなと思います。どっちでも活躍できるのが、さすがの600族という感じです。そして、ほっこりポテトですね。ゴローニャが一番集めてくれますが、結構ウツボットも採用している方が多いと。で、ウツボットとほぼ同じ、ほぼというか、完全に同じ食材のバリアードがいるという感じです。ゴローニャの若草大豆に関してが、まあ、現段階あまり使うところが少ないということで、まあ、将来的には評価上がりそうですけどね、どの食材に関しても。ですけど、こんな感じです。やっぱり、トマトとホッコリポテトっていう並びが結構ですね、扱いやすくて、ウツボットが活躍してるっていうのはよく見ますね。そしてピュアなオイルですね。食材タイプで、かつ、ピュアなオイル個体で揃ってるっていうのはかなり珍しいですね。トップ3まで食材タイプしっかりと埋まっております。ちょっと激戦区っぽい感じが意外としてきますけど、まあ、ウが追加されることで、ここまで埋まっていると。まあ、料理チャンスエースでも、かなり活躍はできそうな感じなので、まあ、二刀流という感じですよね。スキル発動率もそこそこはあるので、やっぱり、ピュアノオイル要因として特化してるのはドグロックの方が集めてくれそうと、まあ、厳選っていう面でも優秀ですよね。はい、グレックルがフレンドポイント5なので厳選しやすいっていうところでもおすすめかなと思っております。自分も育成しております。そして特選エッグということで、今週ですね、宇野花雪原でデリバード狙い頑張ってる方多いと思います。自分も狙ってるんですけど、本当にリンゴ個体しか来ないです。もう全部リンゴ個体ですかね。3、4体ゲットしたんですけど、かなり苦戦してますね。なんで、特選エッグ要因としてはデリバードトップではあるんですけど、こちらは別の動画でもまとめてるんですけど、雪の王がレベル60になった段階だと、結構デリバードと張り合えるくらい頑張れるという結果が出てまして、まあ、そこまではちょっとデリバードが抜けてるんですけど、将来的には雪の王もかなりやれるというのもまとめております。そしてチルタリス、いや、トゲキッスあたりも、ほどほどには集めてくれるみたいです。そして安眠トマトですね。意外と使うことが多いのが安眠トマトな気がします。ウツボットが54個で、雪の王が51個、バリアードが46個ということで、完全にウツボットの下にいつもいるバリアードさんですが、雪の王も AA 個体ですね。第一食材で拾ってくる個体をゲットできるので、かなりいいですよね。どちらの個体でも活躍するところがあるっていうのが、かなり厳選やってて、気持ちが楽ですね。ウツボットはトマト特化でも活躍できますし、ホッコリポテトでもトップクラスということで、かなり優秀なポケモンと、メインスキルもやっぱり元気チャージっていうところで元気回復できるっていうところも、かなり優秀ですよね。はい。使っててめちゃくちゃいい。そして、あったか神社ですね。バンギラスが64個と、いうことで、この数値を見て自分も、バンギラス厳選やり直しました。で、ガルーラが45個。で、リザードンが33個ですね。リザードンも第一食材がミートなので、まあ、その分ちょっと少なめではありますけど、煉獄コンキーマカレーで、どちらの食材も使うということで、ミートジンジャーですね。まあ、AB 個体でもかなり活躍することが多いですね。で、ミート個体であれば、57個集めてくれるということで、まあ、どちらも優秀、どちらも使ってるのがよく見るのが、リザードンかなっていうところが思います。
そしてキテルグマも第二食材から拾ってくるんですけど42個。結構多いですね。はい。で、ドグロックが29個。ミート要因として採用するにはちょっと力不足になりそうですね。まあ、結構必要個数多かったりするので、この2体が結構おすすめかなという感じです。キテルグマはやっぱり優秀なんですよね。1回で拾ってくるあのエナジーがかなり高いです。はい。で、お手スピも結構ありますし、食材確率っていう面でも、中間ラインくらいにいるので、かなり優秀ですね。はい。そして、デザートドリンク集でかなり使うことが多い甘い蜜ですね。不思議花が58個で、そしてこちらですね、カイロス、食材確率が上がるアップデートがあって、53個集めてくれるという数値が出ておりまして、かなり優秀ですね。まあ、かなり食材確率ちょっと上がるだけで、集めてくる個数っていうところが変わるんだなっていうのは思いましたね。で、バタフリーが意外と集めてくれまして19個ということで、カイロスかなり株上げましたね。そして若草大豆ですね。ゴローニャが第一食材から拾ってくるので56個。第二食材から拾ってくるにもかかわらず、バンギラスは45個ということで、忍者サラダで2枠使うので、ジンジャー大豆ですね。まあ、かなり活躍はしておりましたが、まあ、最近は他のサラダの方が作りやすかったり、エナジーが高かったりということで、最近は作る機会が減りましたね。はい。そして、ドードリオが19個ということで。まあ、今のところ、使う機会少ないですけど、将来的にはゴローニャの株は上がるとは思ってますね。そして、モーモーミルクですね。カメックス一強の61個と、ブイズとペルシアンということで。まあ、こちら食材タイプではないので、本当にカメックス一強ですね。やっぱり進めていくと、ミルクを使う、レシピ増えてきますし、ミルクカメックスが欲しくなってくるっていうのはあるので、将来的なことを考えて、リラックスカカオじゃなくても、持っておきましょう。はい。自分はですね、ミルクカメックスいらないだろうということで、かなり博士送りにしておりまして、かなり後悔しております。なので、まあ、注意ですね。食材タイプはやっぱり食材の並びっていう面では、ちょっと評価がどうなってくるのかがちょっとわからないっていうところがあるので、サブスキル性格が優秀であれば、できれば取っておくのがいいのかなと、個人的には今思ってます。そして、リンゴですね。特選リンゴが、ここでカイロスが1位に出てきました。アブソルが1位だったんですけど、まあ、こちらもアップデートで食材確率が上がりまして、カイロスが38個。まあ、ただ誤差ですけどね、すごく。で、デリバードが36個ということで、まあ、どのポケモンも、フレンドポイントが高くて、厳選が難しいっていうのが、かなり難しいんですけど、まあ、こちらも他の動画で言ってるんですけど、まあ、ピカチュウではなくてライチュウですね。まあ、リンゴライチュウが、食材確率あったりすると結構集めてくれるんですよね。はい。なんで、そういったポケモンで代用っていうこともできますけど、まあ、ちょっと、将来的にも厳しくなりそうな、食材かなと思ってます。意外とですね。はい。ということで、1日で拾ってくる食材個数リストということでまとめてみました。まあ、自分でもシンプルにまとめたかったんでまとめたんですけど、一応共有していきたいなということで共有していきました。まあ、ここからは自分が育成しているポケモンっていうところも失敗談も交えつつ紹介していけたらなと思ってます。それでは自分が育成したポケモンということで、まず尻尾としては、解放だけを目的としてヤドンをレベル30にしました。まあ、進化とかさせずに、本当に最速でレベル30で、尻尾解放していったという感じです。やっぱりトドゼルガとか御三家系ですね、食材ゲット S のポケモンを使うことが多いよっていう方は、尻尾も拾ってくるようになるので、解放は早めにしといた方がいいのかなというのは思います。そして次がネギ要因のラグトリオですね。まあ、こちらはうっかり屋でお手スピ M、食材確率 M で結構集めてくれるんですが、やっぱり忍者サラダとか作るとなるとちょっと足りなくなってくるというのが現状ですね。なんでレベル60になれば結構集めてくれるのではないのかなというのは思います。まあ、メタモンも育成しようかなとは思ってたんですけど、まあ、結構最初の頃、飴が集まらなくて、ラグトリオを育成しました。そして味わいキノコ要因のゲンガーですね。うっかり屋でお手伝いボーナスあるんで育成入ってましたが、やっぱり将来的な不安要素、レベル60が激辛ハーブということで、まあ今のところは、キノコも拾ってきてくれますけど、ゲンガーは食材確率低いので、やっぱり食材確率はできるだけ持ってあげたかったなっていうのと、やっぱりキノコ特化ですね。ハーブ、キノコ、キノコの並びの方が良かったなということで、育成は止まってますね、ずっと。なので、たまに出てきた時に厳選、やってる感じです。まだ。はい。やっぱり食材の並びとサブスキル性格の、並びとか厳選っていうところもやっていくと、食材タイプの厳選は結構沼るポイントなので、沼ってるところではありますね。
そしてリラックス加工要因のカメックスということで、冷静でお手伝いボーナス、元気回復ボーナスということで、まあこちらはですね、一応サブで、採用したミルクカカオミルクという感じで、まあこちらもリラックス加工で特化してあげた方が良かったなというのはちょっと思いますね。まあ、ただ一応リラックスカカオで特化している個体もいるんですが、こちらですね。はい、まあこれも動画で紹介はしたんですけど、ちょっと、食材タイプっぽくないサブスキルしておりますが、スキル発動率は、なんか無駄に高いです。はい。めちゃめちゃ発動してくれますね。はい。なんで、まあちょっと面白い活躍はしてくれてます。ショート動画で、カメックスに進化した動画、結構前に上げてたんですけど、このカメックス何がいいんやっていうコメントもたまに来ます。はい。結構昔の話なので、許してください。そして、若草コーン個体のキテルグマですね。こちらは勇敢お手スペーム、所持数 M で、食材確率 M と、将来的にはお手本もあるということで、まあ、こちらはめちゃくちゃ気に入ってます。はい。活躍っぷりもとてつもなくて最高ですね。なんで、キテルグマの源泉っていうところは、やっぱり食材確率結構持ってあげるっていうのと、やっぱり若草コーン個体っていうのが、なかなか他ポケモンが難しいポケモンが多いので、キテルグマの源泉は結構頑張ってあげた方が、後々ですね、活躍してくれるのかなというところは思います。そしてこちらもショート動画で上がっておりますが、激辛ハーブ個体の海流ということで、まあ、直ゲットですね、冷静食材確率アップ M で食材集め頑張ってくれてますが、レベル30のままですね、ミニ流から厳選っていうのは本命で頑張っておりまして、ずっと沼っております。まあ、激辛ハーブで揃った木の実の数ですとか、お手伝いボーナスとかついた個体が来てくれればいいなと思ってるんですが、全く来なくて、ずっと厳選しております。はい。こちらがほっこりポテト要因のウツボットですね。はい。木の実の数ですと食材確率アップ S でお手スピ M ですね。まあ結構早いんですよね。なので。で、元気回復量アップなのでなんかずっと元気なウツボットという感じです。まあシンプルにラピスラズリのエナジー化石もしてくれますし、活躍は申し分ないなと思っております。そしてオイル要因の毒ロックさんです。オールオイル個体を捕まえるまでにめちゃくちゃ沼りました。はい。いっぱいグレックル捕まえましたね。はい。寂しがりでお手スピアップで木の実 S と食材確率アップ S。ちょっとチラ見してますが、食材確率はほどほどにあるので、まあ、ちょっと持ってあげると、まあ、拾ってきてくれるかなという感じです。まあ、オールオイルなので、まあ、将来的にも、そこら辺の心配はなくて、しっかりと育成していこうかなと思ってる個体ですね。ちなみに、1体捕まえたんですけど、オールオイル個体でした。最大処理数アップ M とお手スピ M で、スキル確率アップ系がついてると、せっかちですね。意外と良かったんですけど、まあ、一応ドグロックがいるんで、ボックス待機してもらおうかなと思っております。まあ、ちょっと、1体捕まえて十分かなと思ってます。そして、特選育要因のデリバードですね。お手スピ M と寂しがりでお手スピアップを漏れてはいるんですけど、まあ、ちょっと、もうちょっと欲しいなと。まあ、贅沢なのかもしれないですけど、やっぱりちょっとお手スピアップ結構あると、所持数が結構いっぱいになるんですよね。デリバード早くて、お手スピが。なので、やっぱりちょっと、お手スピアップよりは、食材確率アップ系があるのがやっぱり理想だなと、まあ、他ポケモンでも言えることではあるんですけど、特にデリバードは所持数が結構すぐいっぱいになるなと、個人的には思ってるので、所持数アップとかも結構個人的には評価は高いかなと思っております。ちょっと厳選頑張ってますね。はい。そしてトマト要因のバリアードということで、木の実 S の食材確率アップ M の色違いということで育成しましたけど、あんまり使わないですね。はい。なんかちょっとしっかりとした雪の丘ウツボット育成した方が、使う気にもなるのかもしれないですね。はい。お手スピもそこまで早くないっていうのと、どうなんだろうっていう感じですね。はい。あまり活躍させる場がないです。そしてジンジャー個体ですね。他動画ではリザードン紹介したんですけど、絶賛厳選したのを育成中です。トープ洞窟に行ってまして、ジンジャー個体を求めて行ったらかなり高個体ゲットしたんですよね。木の実の数 S と食材確率アップ M にしました。サブスキルの種で。で、おっとりで、食材確率が上がってるということで、今月捕まえた個体ですね。はい。なのでこちらを育成中です。やっぱり食材が揃ってると活躍させやすいなと、シンプルにですね。なので、こちらを頑張ってバンギラスにしようかなと思ってます。そしてミート要因のリザードンですね。こちらも食材は揃ってますと。
食材確率アップ M と冷静で食材確率アップ。やっぱり経験値ダウンは本当にしんどいんですけど、やっぱり食材確率上がってくれてるとリザートンの場合は助かりますね。ちょっと低めではあるんで食材確率なので、そこら辺補ってお手スピが早いので結構集めてくれるなという感じです。スキルレベルアップもあるのが、まあ、意外と活躍はしてくれてますね。はい、食材ゲットエースはやっぱりいいですね。そして密要員の不思議花ですね。黄色みエース所持スウェルと夢のかけらボーナスと生意気で詰め込みすぎてどうなんだというところですが、シンプルに活躍はしてくれてます。素の食材確率高いんで不思議花結構優秀なんですよね。 SP も3400超え、かなり高いです。はい、で将来的には食材確率アップ M あるので、まあ、このまま育成は頑張っていこうかなと思っております。そして若草大豆個体ですね。こちら食材は揃ってるんですけど、いじっぱりで食材確率ダウン、お手スピをアップしてるいじっぱりですね。で、食材確率アップ M あるので、まあ、その食材確率がトップクラスなゴローニャだったらやってくれそうな気はするんですけど、まあちょっとお手スピアップはいいけど食材確率ダウンはちょっと嫌だなというのは思いますね。まあただこれでも十分活躍してくれると思います。食材が揃ってるポケモンを厳選するっていうのが本当に難しいんですけど、こちら食材揃ってないんですけど色違いゴローンが能天気で食材確率アップ M、所持数 M、お手ボがあるということで、めちゃめちゃ優秀なんですよね。ただ、将来的には揃ってないということで、まあそこまで求めるかというところですね。まあ、こちらの方がいいような気もするんですけど、まあ、皆さんだったらどっち育てますか？ちょっとコメントでもしもらえたら嬉しいですね。結構悩んでるポイントですね。まあちょっと厳選はぼちぼち出てきて余裕あるときは捕まえてるという感じはあります。まあ、ちょっと揃ってるっていうところにこだわりすぎてるような気はするんですけど、まあやっぱり不安要素が自分の中である中で育成していくよりは、しっかりと厳選したポケモンを育てるっていう方が安心して育てれるんで、ちょっと頑張ってはいますね。はい。そしてミルク要因ですね。お手ボと睡眠 XP ボーナス持ってるミルクミルクミルクではないんですけど、カメックスと。カメックス何体育ててんだという話ではあるんですけど、ミルクミルク個体が本当にいなくて、多分オールミルク個体昔いたんですよね。ただその時に本当にミルクカカオ個体のカメックスが当たり前に強いだろうという環境だったんで、多分博士送りにしましたね。多分というか博士送りにしてるので、めちゃくちゃ後悔してますね。なんで今から厳選とか頑張ってるっていう方は、本当にサブスキル、性格とかが優秀であれば、ちょっと残しておいてあげた方がいいと思いますね。食材の並びっていうのは一応揃ってるポケモンの評価っていうところは下がりにくいとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとどうなるのかっていうところはわからないので、はい、ちょっとその辺は気をつけてあげた方がいいのかなと思います。睡眠 XP 要因でよく経験値受け取らせてたら結構育っちゃいましたね。はい、このまま50レベルになりそう。そしてリンゴ要因のデリバードということで、こちらもリンゴリンゴではないんで、まあ、今のところは活躍してくれてますけどという感じです。まあ、いじっぱりでお手スピ M で食材確率アップ M あるので、まあ、お手スピ結構早くて30分切ってるんですよね。で、それを活かして、1回で集めてくれる個数が多いので、まあ、結構集めてはくれますね。なので、現状全然、問題ないなという感じです。まあ、できればカイロスとかが蜜リンゴっていう並びが、まあ、デリバードもそうなんですけど、まあ、結構使いやすいなというところもありまして、まあ、地味に厳選はやってはおりますけど、まあ、デリバードは、卵要因でいい個体を狙ってる時にリンゴ要因もさらにいい個体が来たら嬉しいなと思ってます。まあ、現状はもうこの個体でいいかなという感じです。十分頑張ってくれてますね。では、食材タイプの紹介終わりましたね、これで。まあ、どこか育成していく上で参考になるところがあればいいなと思っております。まあ、こちらの動画も結構時間はかかっておりますので、良ければチャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。まあ、これからも更新はしていこうと思ってるんで、まあ、いろんなわかりやすい図が思い浮かんだらまた作ると思いますし、まあ、良ければ見てもらえたら嬉しいです。では、ちょっと長くなったかもしれないんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。